皆さんこんにちは、ゼマス直人です。引き続き第5章やっていきましょう。でとりあえず破壊鉄球勇者に装備させようと思ったんですけど、残念ながら装備できませんでした。なんでトルネコにとりあえず買いました。で周りの破壊、あれ結界、結界を潰しに行きましょう。この辺はもうアリーナ入れてった方がいいね。物理で攻めていきます。貯めるときに、まあもう一つねハグレメタルのヘルムとか欲しかったんで、トルネコで盗むのを待ってたんですけど、結局ハグレメタルの幸せの帽子は盗めたんですけど、ちょっと無理でしたね。ハグレメタルのヘルムは盗めませんでした。なんでまあまた機会あったらやってみようかなって思ってます。上だよね。HP どう？一応満タンにしとこうか。宝あんの？ないの？ある。ゾンビ、あい呪われてるねこれ。逆サイドか、こっちにあんのか。あこれね。宝がないと。で、ああこれ落ちんの？マジか、何やってんだよ。それ落ちんのかい。完璧やられた。落ちんのか。びっくりした。ああ、そっか、落ちるか、どう考えても。これなんだっけ？ああ、これか。エブリプリーストだね。まずは、スモールグールから、倒していきましょう。足は痛いね。よし、またエベリプリーストだけだな。まあそこそこだね。そこそこ痛いかなって感じ。で違う作戦で、バッチリ。もう倒せるでしょ。
バイキルトは使わずに、はい倒した。レベル上がらずと。で、あとはあと2つか。もうここら辺戦いません。めんどくさいんで。上位互換なんだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、ギガデーモンだ。そうそう、ナイスクルト。はい、もうチートだね。スクルトやっちゃうよ。痛恨だけちょっと受けるぐらいで。アタスクルトよろしく。あ、倒した。コンボいらんやろ。ヘルバトラー来ました。一番強いのかな、ヘルバトラーが。よし、行きましょう。やっぱビジュアルかっけえやな、ヘルバトラー。一回スマホのドラクエ5かな、あれでやってた際にはぐれメタルを仲間にしようと思ってやってたら、ヘルバトラーが2体仲間になったんですよね。かなり確率低いんですよね、ヘルバトラーもはぐれメタルも。ヘルバトラー仲間に2体した時はすごかったね、嬉しかったよね。ちょっとレベル上げすぎたかな、これ強すぎるな。激しい炎はちょっと痛いな、やっぱり。クーバーは必要かな。奇跡、はい、いらんと。装備する必要ないね、奇跡は。
で最後あとはデスピサロだね。もうルーラしちゃおうか。歩いたの、うわ歩いた方が早かったかな。で回復して。あとはデスピサル行くだけだね。デスピサル行っちゃうか。もう多分倒せると思うんで、うん、普通に余裕で倒せると思うんで。で、あとは逃げていくか、戦っていくかっていう話ですね。もし戦っていくなら、あのね、いいパーティーの作り方があるんですよね。どうしようかな。ライアンとクリフト、ライアンアリーナトルネコにして、でこの疾風のバンダナをそのまま勇者が装備して、星ウルーデアをトルネコに、でトルネコの素早さがかなり上がるんで、これで大活躍してくれるんじゃないかと。でも物理パーティーですね。物理パーティー、宝、賢者の石があるんだよね確かに。ちょっと待って、もう外を通って終わりだね。これで多分トルネコは結構早く動いてくれると思うんで、お、いいね。あ、弱っ、ダメだな、ちょっと弱いな。ちょっと弱いトルネコの攻撃はちょっと弱かった、ちょっと弱かった。であれ、隠しみたいなのなかったっけ。ここじゃないか。まあ、回復以外 MP を使わない作戦だこれは。マーニャだと MP ガンガン使っちゃう、クリフトもガンガン使っちゃうんで、まあ、せっかく破壊鉄球買ったんで、まあトルネコに使わせた方がいいかなと。まあ正直賢者の石も飛んなくてもいいかなってちょっと思ってるんですけど、まあでも一応ね、勇者が賢者の石を使う役目として、まあ一応取っといた方がいいかな。さあ倒していきますか。早いねトルネコ。いやいい、あーダメだダメだ、トルネコ余計なことしないで、盗むか攻撃にしてくれ。これ以上先に進んではなーって、あれどっかになんか隠しなかったっけかな。どっかに隠しがあったような気がするんだよね。ここじゃねえか。
あれ、今んとこ行った方がよかった。もしかして、あれ、今んとこってどことつながってたんだ。ここなんだっけ。あー、ここだ。これ賢者だっけ。確かこれ賢者の石っぽいよね。確かそうじゃね。確か、お、そうだそうだ、これだ。で、賢者の石を勇者が持ってるね。オッケーオッケー。それで、あの、ボス戦だったら賢者の石を勇者に装備、あ、持たして、で、危なくなったら回復するって感じかな。で、星、鳥猫の星の腕輪を勇者に装備させて、これか。ん？世界中の歯？そうだね。イカズチいらなくねえか。今更のイカズチの杖はいらないよね。で、殺菌とこをもう一回上に上がらせて、これを上にして、で、進んでいくと。なんかある？ないか。破壊鉄器強えな。勇者が装備できればな、理想なんだけどな。それいけないね。で、あの階段なんか間違ってる？あ、いいのか？あれ？間違ってる？これ間違ってないか。大丈夫だね。やられたらやり返す。子守歌じゃねえんだ。
ない。なんかある？ないね。で、あーでラスボスか。そしたら並び替えでアリーナ、アリーナじゃない、クリフトアリーナです。いやアリーナ、あそっか、バロンの角笛だ。いやしくった、もしかして。バロンの角笛さ、あれじゃねえか、クリフトじゃない、もしかして。ないよね。うわやっちまった。クリフトだよね、バロンの角笛。さすがにこれじゃ倒せないな。回復一人じゃ無理だな。賢者一人じゃ倒せっかな。ああトレネコが。奇跡の剣装備して、これでもいけっかもしんないな。やってみっか。で、はやぶさで天空の鎧装備で、はぐれを、トルネコで、賢者はあるから世界中のシステムだから、あとはそうだね、あとは道具で、破壊の鉄球と奇跡どうしようかな。奇跡確か持ってんだよね。さっき奇跡の剣手に入れたよね。じゃあボス戦はこれでいきますか。奇跡の剣のトルネコとライアンにしておけば、まあ本当はねバロンの角笛で呼んだ方がいいんですけど、まあいけそうだからいっちゃいますか。これで戦ってみますか。さあ行きましょう。まあこのレベルだったらこれでもいけるはず。で、道具で、賢者の石。多分これでもいけるはずなんだよね。
バロンの角笛をまさかのクリフトに渡してしまっていたっていうことで馬車を呼べませんでした。で、まあ、また戻ってやるのはちょっとめんどくさいんで、まあね、この状態でも倒せんじゃないかなという意味でもう戦ってます。まあ大丈夫じゃないかな。世界中の歯もあるし、世界中の雫もあるんで、これあれだよね、ファミコンの場合は これってどうなってんだろう。ファミコンの場合はもうこの段階じゃないんですよね、最初、完成形じゃないんですよね。ただこの場合はもう完成形だよね。賢者やってた方が無難だよね。アリーナがね、ちょっと HP が微妙なんで。あれ、これって変身しないよね。この状態で終わりだよね。あぶね、ザキやってくんの。いや、恐ろしい。ザキは恐ろしい。いや、きついな、それ。スクルトそんなんやられたら、やばくねえか。全然ダメージ当てらんないんだけど。やばいな。やばい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 、まずいぞ。ライアンが落ちてしまった。あったっけ。ある。やばいね、ギガソード頼りになっちゃった。これ会心会心。あ、守備力戻った。よしよしよし、ナイスナイス。これで大丈夫だね。そうだね、守備力戻んないとまずいよ。ナイス会心。ザキがきつい。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、ザキ。ああ、そっか、これ進化前だもんね。あ、やっぱそうだよね、こうだよね。やっぱ倒せないかな。ちょっと厳しいかね。最初で結構苦戦してっから。でもさっきはザキとスクルトがあったからね、それがなきゃ別に、あ、宝盗んだ。トルネコナイス。何盗んだ。
からは何が盗めるの？はい、何も使ってません。残念ながら何も使ってないんですよ。開始。ただフバーハとかないと火ダメージがね、輝く息とかやってくるだろうから、それが気になるだけだ。ちょっと待って、あれちょっとね気になるんだけど、これさ、やたらトルネコが奪ってんだけど、宝を。何盗んでるわけ？何にも盗めてないのか。そういうこと？何も盗めてないんだね。そういうことか、何も盗めてないんだ。まあスクルトあった方がいいけどね、やっぱり。足が痛いね。激しいが痛い。いや、連発激しいはきついね。おっしゃ、出てきたよ。明日か。まだか。やべえ。ベホマズンか、ベホマだな。ベホマズン20か。じゃあ使っちゃおう。これぐらいハンデあってもいいよね。まあよし、来た。
完成形のデスピサロ来ました。さあこれがね、不満話でいけっかなっていう。輝く息がね、絶対きついんでね。残念な呪文やらないんで。開始。とにかく攻撃してくれよ。まあ、アリーナ会心多めでよろしく。とにかくボーッと見てんじゃないよ。輝く息あるよね。しかし、やってきた。これが痛い。痛い。これは痛いな。からの激しい炎。辛いね、これが。まあ、この時だけは、ベホマズンやった方がいいかな。この時だけはベホマズンやるか。トルネコとライアンは、攻撃しながら回復できるから。まあ大丈夫かな、これで。一応賢者でいけるかな。いやちょっとアリーナやべえか。アリーナがちょっとやばいから、アリーナだけベホマを。ナイス回心。あれ倒した。まあ、マジで倒した。よー、ちょっと弱かったか。本体がそんな強くなかったっていう。進化前のザキがきつかったね。ザキとスクルとか。あれがきつかった。あれ、馬車がある。馬車がある。馬車読んでないのに馬車がある。残念ながら馬車読んでないんだよ。まあ一応ね、馬車呼ばずに倒しました。馬車呼ばずに、呼べずに、バロンツォブエを他のキャラに道具で持たしたまんま、馬車を呼べずに、で、ブライとかのバイキルとか使わずに、もう物理でご利用しました。で、一応クリアしました。じゃあ、あとはエンディングですね。で一応この後にも謎の他のダンジョンがあるんで、そのダンジョンもまあやっていこうとは思ってます。あれ俺た、あ、ここ取ったか。いや、で、まあエンディングですね。まあ一応自分は金ためとかレベリングは動画外で一応やったんですけど、まあね、
自分今回ドラケー4をやって実際 DS 版とかでもやったんですけど、気づかない点が何点かあって、特にあの移民の村ですね。あの移民の村ってまあ実際ファミコンの時にはないと思うんですよね、なんですけど今回移民の村を作ってやってみたら相当ね簡単に戦力強化につながったし、特に破壊の鉄球とか、あとは防具ですねとかいろいろいいのが売っていて、かなりね攻略がしやすかったですね。まあ一番いいのはあの第三章のトルネコ、あそこでもっと自分の店でまあ正義のそろばんとかを売りまくって金を貯めて、でその金を武器に変えて、それで5章で全部売るっていう方法が一番金貯めで早くて楽な方法だと思うんですよね。なんでまあもしドラケー4をプレイする方でまあ後々いろんな武器を揃えたいとかそういうのを考えてる方だったら3章で大金を集めて武器にいっぱい変えて袋に残しておくっていう方法が一番いいんじゃないかなって思ってます。なんかあとはいろいろなんかカジノで裏技とかみたいなのもあったんですけど、まあそういうのは特に使わずやってきました。移民の村にある、まあ、自分はひなのタウンに名前つけたんですけど、それにあるあの地下のカジノですね、あれちょっとやってみたいんですけど、とりあえずね金貯めてまあそうですね、ちょっとやれるタイミングがあったらやろうかなと思ってます。気球の BGM やっぱいいね、ドラケー4。まあ4に限らずドラクエの BGM、 まああとは FF かな、FF とかもかなり BGM いいんで、まあこういう BGM をね楽しみながら戦闘するっていうのもほんとねドラクエとかのゲームの楽しさにもつながってると思うんですよね。でまずはトルネコと別れて、次はミネマーニャね。やっぱ自分はドラケー4だったらダントツで第4章のジプシーダンスかな、BGM が大好きですね。特に戦闘の BGM ね、あれが最高にいい BGM ですね。あーこの曲も寂しい。で最後は勇者が、まあ一応自分女にしたんですけど、まあ男でも全然特に、ただ女性だと装備できる防具とかが変わるんで、そこがちょっと、メリットとしてはあるのかなって思います。で最後は勇者が故郷に戻ってきます。確かここにいいんだよね、隠れてんじゃなかった。
いたいたいた、ここに。いい光景だね、これ。これ男だとね、もっといいんですよね、エンディング的に。まあ今回、まあ、ドラキュラ4に関してそんなにね時間的なことを考えずにやってきました、まあそんなねやっぱ楽しんでやることが第一だと思うので、そんな早くクリアしなくてもまあいいんじゃないかなと思ってやってました。でまあ最後のデスピサロに関してもバロンの角笛で馬車を呼んでやった方がもっと早くね倒せたと思うんですよね。ですけどまあわざわざ戻ってバロンの杖持ってるキャラをまあ一緒に連れてって最後に馬車を呼んで戦うっていうのも、その方がね簡単に倒せたと思います。まあでもまあ自分レベルが上がりすぎてたんでまあそれのハンデっていうわけじゃないんですけどまあ馬車呼ばずにあのパーティーで倒したっていうのもまあ面白かったんじゃないかなって思ってます。まあただあそこで最後デスピサロ倒してピサロが最後出てきてで次ねまた違うダンジョン最後のダンジョンがもう一つあるんでそれもまあ動画で出していこうとは思ってます。まあそちらの方はね敵も強いし、やりがいがあるのでまあそれもね楽しみにしてます。まああとはまあそうかな動画外でメタキンのヘルムワンちゃんもう一個ぐらい盗みたいなって思ってんですよね、トルネコで、まああとはそうですねまあカンストまではやらなくていいかな、まあ天空の塔の1回でメタキンを倒しまくればカンストまで結構早く持っていけるんですけどまあカンストまでは必要ないかな。確か自分は DS かなんかでカンストまで持ってった。カンストじゃない、DS じゃないな。スマホでも一回やったのかな、確か。その際カンストまで持ってった記憶があるような気がします。ドラケア4もね、ほんと楽しいですよね。まあ、ドラクエ3も楽しいし、1、2も楽しいし、5も楽しいし、6がね、自分途中でやめちゃったんですよね。なんで、まあ、スマホ版で、リベンジしたいなって思ってます。あとは、7。7は確かクリアしたんですよね。確かプレステンの時かな。で、8以降は自分、一回も触ってないんですよね。なんでまあ8もちょっとやってみたいと思ってます。だ次やんならどこかな。5、6かな。5か6どっちかやりたいなって思ってます。スイッチがねスイッチ版で今年11月にドラクエ3で来年にドラクエ1、2が出るんでまあそこら辺は自分スイッチで やりたいなってちょっと思ってるんで、まあドラクエ3もドラクエ1、2も多分スイッチ版だとかなり変わってるとは思うんですよね。なのでまあすごい楽しみにしてるんです。楽しみにしてます。でまあこの後のねダンジョンもやっていくのでまあとりあえずねクリアはしました。
でもまだ動画としてはまだ出すんで、その辺お願いします。でこれでエンディング終了かな。エンド、エンド、エンドだね。ジエンドだね。で、一応セーブすっか。で、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録のもお願いします。